では、ここからが本番です、立体を組み立てていきましょう、まずですね、一番初歩的な、立方体、6枚のパーツを使って、立方体を組み立てていきたいと思います。ここにですね、もう4枚、パーツとして折ってあるので、パーツの折り方をはじめにやります。こちらの、尻尾の部分を折り上げて、正方形のパーツを作ります。こんな風にいいでしょうかね。もう一枚折ってみたいと思います。この切れ目が入った面の後ろ側、ツルツルの面を、足とか尻尾みたいなのを、折り上げて正方形を作ります。はい、これで、6枚パーツが揃いました。では組み立てていきたいと思います。まず3枚を使って角を作ります。こんな風ですね。もう一回やってみましょう。まず、折り紙を右手で持って、ここに入る口がありますので、ここに、パーツの足を入れます。こんな、もうだいたいできそうなんですけども、ここの切れているところにパーツの足を入れて、こういうふうに重なったら、ここに最後入れ込んで完成です。こうですね。このままだと、立方体にならないので、これを一回崩してここに入れていきます。ここでもう、ここで三角できてますね。できている。で、ここにもう一枚欲しいですね。どこかが入る。あ、これ入りますそうですね。で、入れて、最後にこの足の下にこのパーツがこう沈み込むと、立体になりますので、ここに足を入れておいて、外に出して足を、で、ここの中に入れて、こうですね。で、仕上げにこの足を中に入れて、これで立方体が出来上がりました。